佐藤信弘海江3年に1月6日は、江戸時代後期の絶対主義的思想家であり、形成家、農学者、兵学者、農政家でもある。本業は医師。では国大月軍西もない前高村、または郡山村出身。通称は百遊。字は、元海、郷は、昭安、万昭祭、通る祭、椿園。幼少から、父の佐藤と各地を旅行して、 見文を広め、後江戸に出て、儒学を井上中流、国学を平田篤根、神道を吉川玄十郎にそれぞれ学び、さらに本蔵学、蘭学を宇田川玄随や大月玄卓に、天文歴数を木村泰蔵に学んだ。その学問は、農政、物産、解剖、閉学、天文、国学など、後半に及び、主張に、宇大近混筆作。 経済洋力、農政本論がある。佐藤信弘の先祖は、横手盆地に誠意を張った戦国大名小の寺らしに、仕えていたが、民間にあって、異業を生業としていたといい、五代前の海安以来、元よ、不昧県、春秋かと四代にわたって、農学や鉱山学など、実学研究に携わった一家であったという。信弘は、久保田藩領の出和国お月軍に、 名は6年6月15日に生まれた。聖火には、バカ士という花の咲かない藤の木があり、幼少期の信広は、バカ士屋敷のバカおじと呼ばれる悪道であった。しかし、文章の読み書きや武芸には、優れていたという。天明元年、父の春秋家臣記が、諸国有歴の旅に出たのでこれに従い、江戸地で一年を過ごした後、東北地方各地を転々として、 実学を学び、科学を人々に講じながら、さらに一年を経た。なお、この旅は、父新規が、反省批判の都がで追われ非難するのに同行した、ものだとも言われている。彼は、この後も有歴で各地を回るが、特に心を痛めたのは、王雨や中国地方などの旅で見分した農村の、悲惨な間引きであったという。天命四年。 日光を経て下屋国足尾銅山を訪れ、そこで父と共に銅の精錬や鈴の開発などの技術指導に携わったが、父新規がここで隠し、父は信宏に対し、決して故郷に帰らぬこと、江戸に出て学問修行をすることを遺言した。江戸に出た信宏は、16歳で、三正国津山藩の藩囲であった、宇田川玄髄に入門し、動物学、植物学、医学、 本草学など、蘭学の諸学を学び、特に、木村大蔵からは、天文学、地理学、歴史産、測量術を学んだ。天明五年、死の元在の規範に従って、津山に赴き、反省改革のために一生藩主に献上して、検索に成功、厚く偶された。翌年には、津山を去って、西国有歴の旅に出かけ、その足跡は、薩摩国にまで及んでいる。 完成元年、一時帰郷し、母の元を訪ねた。なお、久保田藩からも、財政立て直しの諮問を受けたが、巨船を建造して、航路を開発して、交易による布告を権限したが入れられなかった。江戸に戻ってからは幅広く諸学、特に兵学や対外政策について学び、また、上佐国山部軍大津谷村に占拠して農業に、従事し、農学の各市調査、 実験、観察を繰り返した。完成4年、25歳になった信広は、再び江戸に出て、京橋柳町で異業を始めた。翌年には、結婚、さらに次の年には母を江戸に呼び寄せた、信広であったが、生活は必ずしも楽ではなかったようである。母の死去後は、大図国に引きこもり、異業の傍ら、農業を営んだと言われる。文化4年。 39歳の時、知り合いであった徳島藩八塚市の家臣に同行して、阿波国に出向き、兵学顧問のような役につき、解剖について、大いに検索した。この頃に書かれた、鉄砲級理論では火薬を用いて走る自走火線を発案したことにより、一気に名声が上り、その門に集まる人が増えたと言われる。阿波国で暮らしたのは2年足らずで、 江戸京橋柳町に戻り、その後、大津谷村に引きこもって、諸絶の生活に入った。野心家であった信弘は、実際には、老人のみであり、それゆえ士官を強く望んでいたが、なかなかその望みは叶えられなかった。好奇心の強い信弘は、多種多様な知識を誇ってはいたが、どの分野の知識も専門家と呼ぶには、中途半端であり、 本業であるはずの医学に関しても見るべき著作はなく、また、信弘が称するところの佐藤家の科学も個別に、見るならば、先人の説の受け売りという水準を大きく超えるものではない。しかし、反面では実に幅広く、各分野の諸知識を吸収、消化して、自らのものにしていったことも確かであり、こうした知識の幅が時に、時代の潮流や、 転換点を鋭敏に掴み取らせる原因になっているように思われる。45歳の頃、信広は再び江戸に移り、幕府神道方の吉川玄十郎に入門して、神道を学び、文化10年には47歳にして、平田厚種の木武記者に入門して、国学を学んでいる。この平田国学との出会いが信広の学問に、国粹主義的性格を色濃く持たせることとなった。 文化11年、浸透問題で罪を負い、江戸所払いとなったが、なおも平田塾などに往来して、金を破ったため、天保3年には、江戸十里四方を構いとなり、武蔵国しか手袋村に撤去した。しかし、この間、文政年間には、大図国で、右大混同必作、天中期、経済洋録を表し、鹿手袋では、天保年間に、農政本論、 内容経緯域を表しており、その性暴は大いに高まって、宇和島藩や薩摩藩からは出入りを許されている。ただし、基本的には、老人身分であったところから、生活は困窮していたものと思われる。天保十年には、信仰のあった渡辺火山、高野長英、尾関三英とともに、番社の極に連座したものの、わずかに罪を免れている。 翌天保十一年、綾部藩の藩主、久喜隆人に招かれて、官能策を講じた。やがて、彼の学識は、老中主座であった、水野忠国の買うところとなり、その罪も許されて、忠国の指紋に応ずるために、復古法外言を表した観光。信広は、幕府専売制とも言うべき、復古法を実施し、流通を、幕府の手によって、直接統制し、 流通過程への徴税による、布告策を提示したが、ただ国の失脚によって実現しなかった。信弘はまた、全国各地の藩に招かれて、政治、経済、産業等様々な分野にわたって講演している。信弘は、自分の学説は、今の世に認められなくても、後世優れた君主が現れれば、必ずや、我が科学をもって天下を一新することになるだろうと述べ、 生涯にわたって、著述を続けたが、家営三年正月六日、病によって、江戸で永民した。八十二歳。墓は、浅草小王子。故郷の西もらいの宝泉寺に、東郷平八郎記号の佐藤五代妃がある。夫人ははじめ笹原氏。後の渡辺氏は四男二女を産んだ。着男は、佐藤新章である。 佐藤信弘の著作は300部8000巻に及ぶとされているが必ずしも全ては伝わっていない。また生存中は彼の著作は広くは知られておらず読者も限られていた。署名に秘策、広くを伏すものが多いのも公にできない性格を持っていたからであった。広く読まれるようになったのは明治以降であり、主なものは滝本誠一編。 佐藤信弘科学全集にまとめられている。その著作は極めて達したようで、農学から、兵学、兵器製造、経済、社会政策、教育行政、さらに国家経営に及び、極めて実際的なものから理論的、関連的なものまで含んでいる。その中の一つ、文政十二年成立の草木六部講師法は、有用植物の利用対象を、根、ね、幹、 花葉花、実の六部に分け、それぞれに属する植物の栽培法を解説するというもので、この書によって信弘は、宮崎や須賀大倉長常と並ぶ、江戸時代の三大農学者と称せられている。信弘はまた、百姓は国家の根本、農業は政治の元源という周囲のもと天保三年に、農政本論を表しており、不農、不詳による、 土地憲兵を百姓困窮の一員と見て、その禁止を解き、天才への救助法なども解いて、万民の困窮を救って、国家の富盛をもたらすべき小策を論じている。信弘の形成論の中で特に注目に値するのは、封建制度を基盤とする、爆藩体制のもとで、来たるべき、統一国家としての日本の姿を考え、それを方法としては、科学的に、そして、 社会的及び経済的な内容を伴うものとして打ち出したということである。また、信広は平田国学を学んだことで、実学専門だった佐藤家の学問に哲学を取り入れたとも言われる。文政10年成立の経済要録で信広は、我が家の学問の元気則は、古今にわたりは、韓、インドの道学をもって基本とし、 これを、高見結び人が天地を作りたまいたる真意に、折衷したるものなりと記している。平田厚種の徳、ムスヒガミによる万物生成論の影響が強く見られ、その経済論の土台は生産力の原理であった。これはまた、分世紀の社会問題が貧困から発していたことに、即応したものでもあった。信弘は、経済とは国土経営支物産を開発して、 領地内を豊かにし、万民を救済することにあるとして、経済の最重要政策として、創業、怪物、富国、シデトの四条を掲げている。この中の、シデトこそ、信広の政治経済学の革新をなすものであり、これを拡大し具体的に述べたのが、シデト広くであった。経済要録は、しばしば近世の形成論として、最も体系化されたものの一つとされる。 それは、シデトすなわち、死孫孫万世推備することなく、その国家をして、永久前世ならしむりを言うとして強大な中央、集権的政府を構想し、政府が中心となって、国土を開発し、諸産量を起こして、政府統制下に置き、秩序ある公益を振興し、国を富まし、もって国民生活の安定を図るべきことを説くものであった。広くは、信が、 天保2年頃に口述したものを、筆足の佐藤新章と、門人、大久保徹が筆記したものとされ、信広の死後に成立した。結出した箇所があり、すべて伝わっていないが、日本全国に、三代と、六府、怪物府、製造府、有頭府、陸軍府、水軍府を設置して、人民を、八行に六府に分属させて、兼業を禁ずるという、一種。 国家社会主義的とみなされる日本を構想しており、とりわけ、病養洋館という現在の国立保養所や国民健康保険につながる考え、また、自育館、有事館という貧困家庭の無償保育の場を設けよという主張の見えるのが注目される。市で党において基本原理となった第一はことごとく皆校長の所領なりの考えをもとに論述した。 文政6年の形成催眠論が、宇大近藤筆策であった。宇大近藤筆策では、江戸に首都を置いて、王城の地となし、もって東京と解消すべし、また大阪とで二都政を設けるべしと主張し、さらに地方を十四省政として、行政機構を分置し、十学部制の大学を設置すべきと提案している。形成家としての信広は、しばしば解保制を。 本田俊明と並び称される。ノブヒロの重症主義論は、この二人、とりわけ、本田俊明の重症主義論から強い影響を受けた。解保政量の一反重症主義に対し、本田俊明によって示された一国重症主義は、彼によって引き継がれ、武士階級による形成論に多く見られる、市場経済よりも政治に傾斜した論であることにも、共通点があり、 対外進出論の面でも、年明の重症主義論を継承している。動機の上でも、北越や欧の農民の困窮や荒廃した農村を救済するという同じ問題意識の上に立っていた。信弘の本領は、統一国家構想を立て、その中に農業、商業、工業を取り込んで議論を展開する点にあり、数学者であった年明がわずかな体験と、 書物から得た西洋事情だけであったのに対し、信広が鉱山学や農学などの幅広い知識を元に同じ一国重商主義でも国内生産力の増進を盛り込む形で論を展開し得たところに大きな違いがあった。また、対外進出についても年明けが平和的なものであったのに対し、信広の場合は戦争を伴う軍事的な侵略が明確に示されていた。 いずれにせよ、徳川体制下において、対外的、対内的両視野を持つ統一国家を構想したことは、けうなことと言ってよい。さらに、解剖、通称に関して信弘は、イギリスの不況は、世界各国との貿易によっており、通商公開は大いに必要であると解いて公然と、開国論を唱え、貿易の官営産業の独占によって、 学生や幕反対成果の経済の行き詰まりを打開しようとしたのである。佐藤信弘の経歴については、特にその科学伝承において謎の部分が多い。身分制社会の中で学者として身を立てるための方便であったとも考えられるが、彼自身が述べている経歴の書言に矛盾がある。また、宇大近藤秘策の冒頭に、皇后以後国は大地の最初になれる国にして、 世界万国の根本なり、ゆえによく根本を敬意するときは、すなわち、全世界ことごとく軍権となすべく、万国の勲長みなしんとなすべしと書いて、日本史上主義を唱えたのみならず、満州、朝鮮、台湾、フィリピンや南洋諸島の領有等を提唱したため、近代日本の対外膨張主義の先取り、さらには、応答は共栄圏構想の、 父であるとみなす見解が存在するこれは今日からすればあからさまな侵略思想にほかならず非難の対象となる第二次大戦中の日本では信弘は大東亜攻略を世に先駆けて述べた人物として大いに承擁され軍人を中心に愛読されたまた信弘に至る佐藤家古代の科学はかつては古代の苦心の代で小学校特本にも 仲裁された有名な美顔であったが、森先蔵はこれに対し、1942年10月、信弘の履歴には嘘や信用できないものが多く、主観のために古代な宣伝をした山氏であるとして、佐藤信弘疑問の人物を刊行した。信弘の故郷では困って、この著作に対する反対運動を起こし、それに当局も応じて、戦争末期には再犯不可となった。 谷沢栄一は、森説を受けて、最初から最後まで嘘を突き張ったりで通している詐欺師であり、五代にわたって、学者を輩出した家系とか、先祖が農政か、思想家、旅行家、事業家であり、また、先祖の学問を自分が集大成したというのもすべて、嘘だとして厳しく批判している。ただし、虚言を用いてまで事故を売り込もうという姿勢に関しては、 主観を強く望む者にはありがちなことではないかという弁護論もある。諸子身分としての失業知識人が一つには生活のため、一つには自分の才能と知識を発揮せんがため、老人の境外を脱するために六死を求めたことを果たして誰が責めることができるだろうというのである。森先蔵近世人物やはには吉田松陰が獄中で信弘の 経済洋録を読んだ時の感想が紹介されている。それによれば、再建して、大いに十徳さり民事にあり最も格べからずとなすと、あり、松影は信広を農学に関しては最先端を行く、人と理解しているが、それでも、高原空論と見た部分もあったようである。一方では、奈良本達也のように、信広が平田派の影響を受けたことで、 非科学的で刑事上学的な点も多くあるとしながらも彼の描いた国家像は明治維新を冒険していたということは彼が並々ならぬ思想家であったことを証明しているとして高く評価する声がある。また農学で再評価されるべき点があり、干拓や埋め立てによる都市建設、自走化線などのアイデアも当時の日本人としては非凡で、とりわけ都市論などにおいては 今後再検討されるべき要素を備えているという指摘がある。ありがとうございます。